はい、どうもこんにちは、ピアソンのゆいとのんです。今回ですね、久々に見たい蜂をやっていくんですけど、はい、あのね、なんかその聞いた話によるとね、なかなかね、ハンターの勝てないなんか環境になってるという噂を聞いたので、やっていこうかなと思います。やっていきましょう。今回対決方式で俺がハンターやってるのにね、サバイバーやってもらおうかなと思います。もうこっちは早速合流したからな。実況の仕方がめっちゃ難しいよ、本当にこれ。あんまりね、お互いの情報を言いすぎるとバレちゃうってね。そうなんよ。で、今回はその、なんて言うんだろう、まあ、検証としても新しく人格変わったじゃないですか、うん、でそれで生存者の本能っていう、一人飛ぶたびに回復が早くなるやつとかを、そう、全員採用してもらって、うん、医師の人は全員上の方防寒室とかに振って、もうとにかくね、回復とかが早い感じにしてもらいました。はい、まあ、最低でも医師は3人はね、うん、パーティーに出るって形で。いやー、もうやったよ、1人。いやー、まあ、2人でやるのはね、もう人格同行じゃないけど、まあ、確かにね、まあ、この称号はめちゃくちゃいい、しかも医師ちゃんか、かわいそうに何も、うん、あれ、なんか1人動いてないんだけど。え、待って、あれはもしかして無抵抗な人を、さこちゃんがボコスコ殴ってますね、これは。これは多分回線とかがね、悪かったりとかかな。うん、あれ、さあ、今回はね、カスタムで皆さんに集まってもらいました。うん、ご協力ね、ありがとうございます。ありがとうございます。うまいですね。どうしようかな。でもね、めっちゃ見える、今負傷状態の人のことが。ああ、あれか、防寒者になってるもんね。そうそうそう、今回うちはね、石を使って、うん、まあ、見えやすく、救助に行きやすくって形の人格に振ってます。なるほどね。今見えてるのは多分受難じゃない。あ、これ受難か。多分今負傷してるの一人しかいない。あ、そうか。よく見えるなと思ったけど、受難が。そうだね、うまい。お、ジェットコースター持ってきてる。おる、ジェットコースターに向かう。なるほどなるほど、回復してあげましょう。あ、あれだわ、向こうが逃げたな。いや、トンネルしていきたいとこだけどな、どうしようかな、逃げられちゃったもんな。いやいやいや、そんなね、トンネル本気でしなくても。いや、でもこのパーティーでみんな全員その何かしら融合とか意思とか、そういうね、うん、早い人格を振ってもらってるから、それもお願いしました。立て直しがすごいされやすいんだよね。うん、まあ例えばやけど、傭兵とか調香師さんとかには融合に振ってもらって、うんうん、まあ、逆に炭鉱者さんとかやったら意思に振ってもらったらね、うん、ありがたいかなって感じでやってます。この回線落ちしちゃった人はもう助けられない感じかな。あ、まあそれはね、ちょっと仕方ないね、うん、今回は。もうの残り4機5個か、やばいな。結構いいペースかなと思っとるけど。いつの間にここ助けられたんだろう。どうなんやろ。じゃあこっち側から残り4つ。よいしょ。いいよ。よいしょ、オッケー、いいね。さあ、いいですよ、残り4つか。いや、でもなんかハンターで2人で協力めっちゃしたよね、これは。ノンが全然いないな、見つけて、そろそろ確認したいんだけど。うちね、あ、ずーっとね、うん、ハンターの二人始発の方おったやん。いるいるいる。まあ、ハンターにずーっとこそこそ。そっち側か。しておりました。もうちょっと頑張ってポイント貯めたいんだけどな。本か。うん。医師ってどうしたんやろうね。1個目のアイテムがさ、注射器やん。はいはいはい。買うまでの間が無抵抗すぎて。まあ確かにね、その間に見つかったら結構厳しいところはあるよな。そう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 。でな、ポイントもないし、宝を漁るのがいいんかなみたいな。まあ、うん、俺も多分一個ぐらいは漁るのがいいかなっていう。で、暗号機をうちは回しております。確かに1個目のさ、一種のさ、アイテム買うの結構難しいよね。そう、俺も、もうめちゃめちゃ回復早くしたいからさ、最初に止血剤買っちゃうわ。あ、マジで。そう、あれ買って、で、その次にアイテムか変えたら、その加速剤買う気がする。あ、そうなんや。うん、うちも、うち多分どのキャラでも加速剤最初に買うかな。うん、まあ普通に強いもんな、誰か、誰かしら買ってほしかったよな。加速剤は本当に強い。本当に加速剤強い。あとはあれやね、今回はタコちゃんとリッパーっていうね、なかなかの最強コンビじゃないですか。え、そうかな、でもそんな最強かな。え、タコ強くない、8体に。あー、でも確かに、うん、そんなイメージ。雲を弱体化されちゃったもんな。あ、そうやね。そう、全然雲版されないよ最近。あ、もう本当に、ジョゼフ版ばっかり。ジョゼフ。そう、ジョゼフ版で、まあ、うん、ステージによってまあリッパー版、魔女は、魔女版はほとんど減ったかなって感じ。そうなんや。だいぶサバイバーが対策できたんかなって感じですけど、ね、あ、でも確かにツイッターとかでも対策の見よっても、うんうん、うわ、賢いなと思った。うん、うん、確かにな、すごいなと思う。でもやっぱり今ハンターがね、強い環境やけん、勝率とかも全然違うんかなって。だけど8対2やったらサバイバー有利じゃないのかなと思って。今んとこ1人しか飛ばせないからな。そう、やっぱ動けない。めっちゃ締めてはい、うちにがっつりついたんやけど。なんかね、最近ね、もう画面が全然反応 してくんないんですよ。あ、そうなんや。だってあのヘドロも弱くなってやん、8対2。あ、そう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 、だからヘドロも、ね、全然変わらなくなっちゃった。あ、そうなんや。うん、いや、8対2は、うん、いや、でもどうなんかな、今の状況だとちょっとまあ五分五分かな、多分。確かに、どうだろう、今のとこ結構やばい。暗号、あれか、暗号機残り2個だから、うん、ただここの2個が難しいよね。確かに、よし、結構もうこっからね、
ガンガンアイテムを買っていきましょう。でも立ち直りは早い気がする、本当に。うん、もう全然負傷してる人いないもん。まああとは早いな。あれかな、あんま飛んでる人なくない多分。うん、してないと思う。君たちがね、そうだよね。当たれ、あくそ。さあここに壁にしたいな。どうしようかな。壁をねしてあげたい。呪術師さん、え、呪術師強いと思うな。普通に呪術師強い。うんうん。3人いるわこれ。これうち、これドンか。これ1個うち。どれでしょう。これは殴れるよ。あ、ました。うまいな。いける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 。頑張る。あ、いや、ばい。タコちゃん来た、タコちゃん来た。これはまずい。まずいまずいまずい。タコ来たのか。応援呼んでんの絶対。呼んでない呼んでない。絶対呼んでない。間に合い。よしよしよし。今の間に合うか。今の間に合うんだ。やばい、タコちゃんにストーカーされとる。やばいやばいやばい。てことは暗号機守ってない説あるな。これどうしようかな。まずいまずいまずい。暗号機かなきゃ。これ中性ってる。ハイヤ治療マジかよ。いや飛んできた。うわー、瞬間移動か。なるほど。こまいねー。治療クソ早いな。そりゃね。治療もなんか一応制限できた気がする、ね。あ、なんかねめっちゃ面白かったのがね、回復するときに、うんうん、マックスですみたいな。あ、出るよね。マックスですみたいな。マックスみたいな。うんうん。それ面白かったし、確かに早かったマックスは。なんかその今までだったらもうありえない治療スピードが出てたけど、それをねなんかマックスを設けることによってなんかそれがなくなったらしいけど、まあさすがにね120人格ではちょっとねあの早すぎて判断泣いちゃうよね。十分早かったけど今の。ジェットコースター乗り場の反対側でダウンさせてそっち側行ってる間にも回復してた。マジ呪術師がもう回復終わってたからな。強っ。普通にやばいな。やばいね。うん、これが、なるほどね、超高士官。あー、ここやりかけか、なるほどな。当たった、よしよし、オッケー。頑張りたいけどな、どうしよう。当たんないの、今の。くそ、今乗り切りだった。誰追ってんの、今。今、秘密よ、秘密。あ、俺、オリア後ろに。やば、え、なんでこっち来たん。やば。え、それ俺じゃないよ、多分。え、いや、タコもリッパーもおる、ここ。あ、そうなの。ここやりかけじゃない。いや、そ、まあ、そこ。暗号機、いい感じに固まったんすよ、そこもやりかけやし。以上、ちょっと言わんとこ。ちょっと言わんとこ。いやこれ3つ固まってるもん、ここ固まってる。いやマジか。最初こっち側でチェイス戦いがあったな。いや残り1個の3つってさ、これ3つしかないってこと、ここの。いやどうでしょうね、それは教えられないな。マジか。あ、なるほどね、ハッチがまずいな、とても。はい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 。以上。やばい、これは固めちゃったな。残り5人。まあ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 勝てるでしょ、この人さえ飛ばしてしまえば勝てるし。そこにも一人いる。あ、おる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 、来た来た。あれそっちか、そっちのなんか。あれどうもいたもんすか。全然わかんなかった。治療しておりました。届け。どうしたらいいんやろこれ。 どこ回しても厳しいな。結構中途半端に全部回したよね。あー、なるほどね。確かにそうなりがちではある。困るな、どうしよう。まあ解読しておきましょう、とりあえず。残り解読してるんでしょうか。あ、やられちゃったか、炭鉱者さん。内側にも多分2人ぐらいいるな。いや、待って、まずいまずいまずい。これはどうしよう、治療するべきか。よし、先に治療をしよう。よし、とりあえずこの人も釣ってと。この人も多分初かな。とりあえず全員初釣りにすることが大事。まあ、そうやね。で、向こう側をね、守りに行きましょう。うちは救助に行く。絶対救助に行く。いや、待って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 。あ、食べ。これ当たる。いや、待って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 、立派来た立派来た。あれ、当たんないの。やばい。マジか。タコの触手で撃ち。あー、撃ったのに。銃撃ったもんして。撃ったのに。撃ったのに。あの触手にあのなんだっけ、刃弾かれて銃も弾かれた。お互い様な感じでした。お互い様やね、これは。いや、向こう救助行ってますな。うちの銃の方が重たいよこれ、罪は。確かにこの罪は重たい。刃は簡単に打てるけど、申し訳ない。よし、ね、救助してあげて。もうとりあえずこの人をどんどん釣っていきましょう。あー、遠いな。間に合うかなこれ。全然多分暗号機回せてないんじゃないかな。いや、もう救助しかできてない。反対側多分タコもいい感じに守ってくれてるはず。いや、来た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 。そう信じていたい。いや、もういいって、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 降りる。まあ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 、よいしょ。え、今の一発だよね。二発一発。え、一発一発よね。もう二発か。どうしよう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 。やっぱ二人いるな。やばい、ハーター。いや、タコもある。マジか。うわダブルダウン。マジか、仲乗りできたか。あ、でもの仲乗り持ってなかった。仲乗り入っておりません。でも28に仲乗りあんまいらないと思うんだよな。いや、そう、いらんのかなと思って。タイミング微妙じゃない、結構。あるのあるで全然強いと思う。間に合い。いやー、ギリギリ惜しい。医者っていらんかなと思ったけど、まんまとね、刺さりました。ないことが。確かに、まあいうケースもあるよね。うん、痛い。残り4人。いや、これはきついな。いや、誰か1人飛ばせば。通電できたのはすごかったんやけどな。確かに、通電されたのめちゃくちゃ久々だわ。惜しかったな。このモード通電するんだね。
うっとうしいねこの発言。いやでも今回は、うん、頑張った方やと思う。うち結構サバイバーやっとっても、うん、組んでいっても勝てたことあんまないと思うサバイバー、まあ、結局なんか最初のめちゃめちゃ妨害しててさ、うわ楽しい妨害しろみたいな感じでやってて、そうなんかあの残り暗号機2個ぐらいになったら、あれなんか3人ぐらい飛んでないみたいな、うん、気がついたらなんかめちゃめちゃいなくなっててやられちゃうみたいなことが多かったけど、8年結構ハンター有利じゃないかなって。めちゃくちゃ有利だと思うよ、ね、うちがハンターしても、うちのザコザコハンターでも全然勝てるし、うん、あ、いる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 、あ、ジュータってかわいそうに、あれかも、ジューズシーとかを追っちゃうときついかも。あ、確かに、うん、もう一個持ってんの。なんで、え、うらやし、あー、飛んじゃった。あー、危ない危ない、ナイスナイスナイス、よくやった。あれか、足元に銃もう一個置いてたのか。あー、なるほどね、それはうまいよ、撃たれた。そう、この人で最後かな。ハッチも結構遠いからな、ハッチ逃げてほしいな。よいしょ、頑張れ、ハッチ逃げるんだ。うん、よしよしよし、どこにハッチあんの。まずハッチはね結構遠いんですよ、館の向こう側にあるからな。うわ、しかもそこであれか、バールトロードしとったんかな、光っとるけん。なるほどね、そこにあったのか。うわー、悔しい。よいしょ、あれ、あ、当たってた、よかった。惜しかったんかな。まあこんな感じでやってみたけど、確かに通電をめちゃめちゃしやすかった気がする。まあこんな感じで、ね、今日はやってみました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、バイバイ、バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で、バイバーイ。